ぷぷーぬぬだよ。めぐだよ。みなさんこんにちは。ぬぬファクトリーのぬぬです。めぐです。今日はですね、みなさんに結構重要な報告があります。重要な報告ですか？そうです。急にカメラ回されてて、そうそうそう、状況が分かっていないんですけど、ちょっとですね、この度私ぬぬファクトリーのぬぬはですね、転職することになりました。上とか言って転職ですか？はい、あのコーティング屋さんからちょっと転職しようかなと思っております。おうおう、っていうのを皆さんにご報告する動画です。はい、今日は急ですね。はい、急ですね。え、私は、うん、え、あのどうなるんでしょうか？あなたは私はどうなってしまうのでしょう？あなたはコーティング屋さん続けてもらってもいいし、なるほど、私と一緒に来てもらってもいいし。いや、それはもちろんぬぬさんに憧れてきてるのでね、ついていかなければですよね。あ、本当？じゃあ、はい、新たにやろうか。いや、何かわからないけどじゃあね、早速皆さんに今回ちょっとね、転職するにあたって、はい、ちょっと、ね、ヒントになるものが、ヒントになるものですか？はい、ありますので、はい、メグにも初めて見せるんですけど、はい、ちょっとお見せします。はい、ちょっとお待ちください。目つぶりますね。うん、はい、見てないね。見てないですよ。いいよ。いいですか？はい、はい、じゃじゃーん。はい、というわけで大食い？違う違う大食い YouTuber に今回ですね、私が転職するのは農家さんです。はい、あ、これ農家なんですか？そうそう。これね、じゃがいもを育てるキットです。あ、そういうことなんですね。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。いや、農家なのかちょっとね、じゃがいも農家さんになろうかなと思って、はい、まあ、あの正しく言うとですね、はい、コーティングから転職ではなくて副業ですか？あ、そうだねもうなんか、ね、何が本業かちょっと私も分からなくなってきてるんだけどそう、このコーティング屋さんの一角で、はい、転職しようかな。あ、なるほどなるほど。新しい企業を始めようかっていう感じですね。はい、ですね、新しい事業と言いますか。はい、で、そのね、事業がこちら、じゃがいもです。じゃがいも栽培ってことですね。そうですね。なるほどですね。で、この前ね、カインズにちょっと梱包材を買いに行った時にたまたま見つけまして、はい、はい、そう、これをね、買ってみました。最初はめっちゃじゃがりこがいっぱい入ってる、ラッキーと思って。私も今思いました、ね、だけどよく見たらじゃがいもの土って書いてあった土しか入ってないってことですか、これは？あ、そう、ここにほらじゃがいもの土って書いてあるかわいいそう、だからこれは種じゃなくて、うん、これ本物のじゃがいもだ。そうそう、じゃがいもを植えるとまたじゃがいもが生えてくるっていうね、システムらしいので、はい、まあ、今日はね、新たな事業を始めるということで、メグと一緒にこれを植えていこうかなと思います。はい、まあ、メグもこのじゃがいも事業部に来てくれるということなので、はい、副部長としてそうですね、2人しかいないんだけどちょっとね、じゃがいも事業部開催します。イエーイ。じゃあやっていこう。イエーイ騙された。はい、それでは早速じゃがいもを作っていこうと思います。イエーイ。ちょっとね、騙してしまった皆さん、はい、申し訳ございませんでした本当ですよ、はい、すいません、ね、はい、本当にコーチング屋さんは続けますので、はい、ご安心ください。安心ください。予約した方とかね、そうですね、すいませんでした、ね、もうお店来たらじゃがいもしかないみたいな、ちょっとね、びっくりさせようと思って見てみましたので、はい、まあ、早速ね、じゃがいもを作っていきます。はい、まずは個人的にはどっちもじゃがいも作れるんですけど、うん、こっちのね、じゃがりこ化け土が気になるんで、うん、面白そう。そうそう、こっちからやっていこうか。はい、はい、開かない。あ、開いた開いた二人してる用意するもの、うん、土ブロック、水で膨らむ土、これですね、ブロックですね、うん、肥料の入った土、これですね、うんうん、土を混ぜる透明袋、はい、入ってます。で、種芋、うん、あ、種芋ですね、うん、コロシリ、はい、かわいい、かわいい、コロシリです。今日植えるのはこちら、コロシリです。まず土ブロックに水を加える、 3.5 から4リッターだそうです、うんうん、これをさっきの透明袋に入れて水を加えるんだね。そうですね、はい、じゃあいくよ。はい、こちら、これ韓国でね、買ってきた私が超お気に入りのバケツに大体 3.5 リッターから4リッターぐらい入れましたので、これを透明袋に入れていきます、はい、
いくよ。はい。怖い。はい。袋破けそう。破けそう。やばい。めっちゃ伸びてる。オッケー。こんな感じです。浮いてる。いいね。かわいい。これもみもみしながら。もみもみでいいんですね。うん、崩れますか。おお。でもなんかこれさ、指とかでやりすぎて穴開いて水がさ。あ、そうだね。あ、崩れてきたよ。崩れてきましたね。うん。メグ副部長、どうでしょうか。いい感じにほどけてますよ。じゃがいも事業部の意気込みは。意気込みは、ポテチを作るぞ。でもさ、これ本当にうまくできたらさ、なんかちょっとバーベキュー的な感じで収穫したやつを、ね、食べたい。てか水さ足りなくない？なんか足りない気がしてきちゃったんですけど。いつの間にか土だけになってきた。あ、でもいい感じじゃない？次は肥料入りの土と混ぜるって感じですね。はい、じゃあ入れるよ。はい、お願いします。はい。さあ、これ混ぜるって混ぜれなくね。いいこと思いついた。あ、何ですか。どう。ちょっと混ざってる。あの周りからこう浸食していくスタイルですね。あ、そうなんです。これなんかさ、軍手買ってきてさ、ズボって、あ、そう、ズボってシャベルとかでこうやってやりたいですね。もうね、先生さんは何でもあるんです。何でもある。そう、お箸もあるしね。さっき言ったように何でもありますね。すごい手慣れてる。私ね、実はおじいちゃんおばあちゃんが農家だったんで、はい、そう、じゃがいもも種植えたりしたこともあるし、収穫もしたことあります。だからこんな手慣れてる。で、あとさ、虫がいないのが分かるから。普通の土だと虫とかいつ出てくるか分かんないから、はい、こんなにね、うんうん、触れないけど、もうこれはさ、絶対虫いないの分かるやん、うん、だからいける。気にせずできちゃうってことですね。いいんじゃない。良いんじゃないですか。ちょっと破けてきてるよ。やばいよ。次は、うん、容器の内側から水抜き穴を開ける。あ、そうそうそう。あ、一個開いた。開きました。あれじゃないですか、あの隣のゾゾロバケツからこう覗く。はい、穴開きました。イエーイ。そしたら容器の底に土を引く。ちなみに高さは 2,3 センチほどだそうです。あ、まず 2,3 センチ。 2,3 センチ引くらしいです。2,3 センチ。もうちょっと。あ、うわ。事故だ。うん、こんな感じで 2,3 センチ、はい、まず敷き詰めたら容器に種芋を入れる。種芋、はい、殺し入り。前後って書いてあります。なんか斜めに、ね、斜めに入れる。じゃあ、いきます。かわいい。はい、豆乳。全部斜めに。はい。こんな感じ。はい、あ、コロってなっちゃった。残りの土をかぶせる。はい。はい。気にせずいっちゃいますよ。袋にかけないで。はい。結構もりもりだね。結構もりもりですよ。ね。そしたらたっぷり水やりだそうです。じゃあ早速設置しに行こうか。はい。はい。行きますよ。はい。いいじゃん。良い。こんなに上げてしまっていいものなのかってぐらいですね。なんか似合うね、メグ。似合いますか。めっちゃ困ってるやん。じゃがいも事業部失格だよ、それ。いや、もうじゃがいも誇りを持って。誇り、そうですね。そうそう、心臓を捧げるぐらいの。心臓を捧げよう。あ、これ。あ、そう、あ、いいね。いい感じ。マイクパンってなっちゃった、今。決まってました。決まりました。はい。あ、まあ、垂れてきてるよ、メグ。ほら。あ、本当ですね。あ、じゃあもう終わり。うん、もう、あ、垂れてきてる。オッケー。なんかあれみたい。エアコンクリーニングみたいな。下から垂れてくる。色的にも。そう。はい、じゃあこれでね、完成です。あ、もう完成ですか。はい、おお。これで、まあ、1週間に何日かちょっと水やりをしていって、はい、夏頃、収穫予定。夏頃。夏頃。じゃちょうどバーベキューの時期。そうそう、バーバキュー。バーバキューの時期にちょうどいい。そうなのよ。じゃあ次の、あの袋の方もやっていこう。はい、行こう。じゃがいも事業部。はい、というわけで2つとも完成しました。イエーイ。とりあえずここ、カーポートのちょい下あたりに置いてみました。はい。はい、
まあ、ちょっとこれで育ててみてまたちょいちょい場所は変わると思うんですけど、はい、とりあえず今のところここに設置してみました。イエーイ。めちゃくちゃ可愛いね。可愛いですね。可愛いよね。はい、そうだからこれからはまあちょっと定期的な水やりっていうのと、はい、あと夜帰るときはしまうこと、ガレージに。そう、はい、わかりました。そうそうそう、しまうことを徹底してちょっと頑張って育てていきましょう。わ、はい、かりました。心臓捧げますので心臓捧げましょう。でですね、ちょっとジャガイモが収穫できたら、はい、あのちょうどその時にご来店された方にご希望者にちょっとお裾分けっていうこともできると思うの で、はい、まあ、ちょっとご来店された方は温かく、なんかターンをタオカと温かく、はい、じゃがいもの成長も見守っていただければと思います。温、ね、かい目で、はい、そうですね。今回は新しくヌヌファクトリーでじゃがいも事業部を始めたよっていうご報告動画でした。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で冒頭にちょっとね転職すると言っちゃったんですけど、転職はしないので、はい、この後もどしどし施工のご予約お待ちしてます。お待ちしてます。じゃがいものご予約もお待ちしてます。じゃがいもはさ、やっぱりほらできるか分からない。そうですね。そうそう、だからあの過去借りで、そう、ね、あの収穫できるようになったらツイッターとか SNS でお知らせしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌヌでした。メグでした。バイバーイ。バイバーイ。